シティローバー後部、シティローバーは、MG ローバーグループが、イギリス国内で販売していた、ハッチバック型の小型乗用車である。インドの自動車会社、タタモーターズの乗用車、インディカの OEM 商品であり、ローバーブランド品としてチューニングされ、2003年秋に、発売された。2005年4月、MG ローバーグループが倒産。 法的管理下に置かれたことによって、シティローバーの販売は終了した。シティローバーの維持費は高く、また、その販売価格は、品質や性能で勝るライバル車、例えば、フィアットパンダよりも高価であった。MG ローバーグループ社のタタモーターズからの仕入れ価格は、1台あたり3000ポンドであったが、MG ローバー製のサスペンションや、フロントマスクが装備されていたとはいえ、 ベースモデルでも7000ポンドもした、その高い価格ゆえに、全く消費者にアピールすることはできなかった。シティローバーの販売台数は、その目標に全く達せず、2005年モデルからは、装備が簡略化された上で値下げが行われた。イギリスのトップギアにおいて、過去20年間で最悪の車13台中の1台に選ばれた。メディアからの批判にもかかわらず、 2007年のヒマラヤでのエンデュランスラリー用の車両として使用され、わずかな変更で問題なく7000マイルを走破している。h t t p w w w t e l e g r a p h c o u k m o t o r i n j f i r s t d r i v e s 2 7 2 6 3 6 7 r e l x です。ダッシュダッシュオーバーオ H T M L ハットカーズシティロバインベハットマリジオブコンビニエンスオースティンドーバーオンラインハット H T T P W W W ドット Top g e U K フォトスザマイナス十三ワーストカーズオブザラストマイナス二十イヤーズマイナス二千十三から十から三十ありがとうございます。